岸本周平君。委員長。岸本君。国民民主党の岸本周平です。今日は差別解消法ということで、私も日頃活動しております中で、例えば和歌山県共同作業所連絡会、和サ連という方々です。あるいは和歌山盲ろう者友の会、さらには障害者雇用をやっている NPO の皆さんと相談しながら、少し具体的な質問をしたいと思って用意してまいりましたが、その前に2点だけ、喫緊の課題でありますワクチン接種について、今日は山本厚生労働副大臣においでいただいてますので、簡潔にお聞きをしていきたいと思います。まず鳴り物入りでですね、スタートいたしましたワクチン接種円滑化システム、VSYSなんですけれども、あろうことか4月5日からなんと10日間、14日までですね、機能が停止を、一部機能が停止いたしました。これ、皆さんご存知でしょうか。機能があれだけ鳴り物入りでやりながら、機能が一部停止ということであります。事務方からご説明で、結構県が困ってるんですね。実は都道府県の接種の数字がですね、実は VSYSでやってるもんですから、これが止まってしまうと、実数が把握できない、でこれが重複して計上されていて、多めに計上されていたという事実が判明いたしました。大変和歌山県庁も困っておられました。で、事務方に聞きますとですね、まさに接種実績について重複した数値を含むものが表示されたということなので、一旦機能を停止して、10日間かけて回収作業をしましたと、こういうことでありましたが、一体どういう原因でですね、本当にその重複した数字の表示だけの問題なのか、もっと根本的な問題はなかったのか、そういう表示だけであれば単なるバグなのかもしれませんが、単なるバグを直すのになんで10日もかかるのか、このシステムのエラーの原因について、どういう原因なのか、副大臣からご意見を聞きたいと思います。山本厚生労働副大臣。この VSYSでございますけれども、ワクチンの円滑化のためにですね、配分の調整とか実績を把握できるシステムでございます。この点、今、委員ご指摘ございましたけれども、この VSYSの機能が停止していたわけじゃなくてですね、機能としては動いておりまして、その意味で今、委員が言われたようにですね、4月5日以降ですね、医療従事者向けの接種実績が4月4日以前の 総接種回数と4月5日以降の。それは私が言ってんだから、原因だけ言ってくれればいいんだ、原因だけ。原因に関してはですね、これは以前、もともとの制度設計としては、毎日、医療関係から接種回数を算出することを想定してやっていったわけでございますけれども、医療機関の負担軽減の観点から、最新の総接種回数、累計の回数の登録を求めることに変更したわけでございます。その意味で、その重複の数の部分の、いわゆる計算式が間違ってて、その部分に関して事前に分かりましたので、4月5日の時点で、その表示機能を停止をすると。ということで、通知をしたわけでございます。ですので、各都道府県においては、その表示実態に関しましては、見れない状況でございますので、混乱をする形を控えるということで、した次第でございます。そして都道府県は、もし必要であれば、その数に関しましては、問い合わせがございましたので、その対応をして、14日には回収が終わりましたので、今は平常通り、表示機能を見ることができるということであります。委員長、岸本君。事前じゃないですよ、すでに重複した数字がオープンになってて、私自身が和歌山県庁からある日の、4月3日の段階の数字をもらったら、その後、訂正いただきました、大変多く出てすみませんと、それでその後減少された数字をいただいてますので、そんな簡単な話ではありませんが、事前じゃありません。で少なくとも、計算式が間違ってた、どういうことですか、それは、どういう業者にシステム発注したんですか。あまりにもずさんすぎませんか。それは厚生労働省は本当に IT が お得意ではなくて、アプリから始まってですね、不具合を起こされてるんですけど、いくらなんでもね、計算式間違ってましたということで、10日間もですね、表示ができないっていうのは、あまりにもお粗末だと思いますが、これはぜひ改善をしていただきたい。別に我々は非難しているわけではありません。ぜひ改善していただきたい。もう少し真面目に真剣に取り組んでいただきたいということを申し上げて、もう一つお聞きしたいと思います。これも結構大変なことなのではないかと思うんですが、今のVSYSなんですけれども、これを市町村が打ち込むんですね。これも大変な業務なんですが、どんどん打ち込むんです。で、打ち込むためのマニュアルがあります。
例えばこう医療機関用というのがありましてですね、今、河野ワクチン大臣がどれだけ苦労されているか、今、老人向け、ワクチン接種始まってますけど、高齢者向け、一回でも余さないでくれと、今、一瓶5回しか取れないんです、一瓶5回しか取れないんだから、一回でも二回でも余分な廃棄しないでくれと言ってるじゃないですか。できるだけもう接種券なくても打ってくれと、なんか打ってない人たちは打ってくれと、一回でも無駄に使わないでくれとやってるさや、その中でですよ、厚生労働省は、一体どれだけの回数廃棄されてるかを知らないんです。知らないんです。その数字を取ろうともしていないんです。それがこのマニュアルです。未使用のまま廃棄したバイアル本数、バイアルというのは一瓶のことです。未使用のまま廃棄したバイアル本数の、この廃棄数をインプットする部分があります。なんと、厚生労働省のマニュアルでは、開封後に1回でも接種したバイアルについては、廃棄数に含めないでくださいとマニュアルに書いてあるんです。どういうことですか。一瓶丸々捨てたやつだけ廃棄と数えてくださいと。5回分ですから、5回廃棄と書いてください。1回、一瓶で1回打って4回捨てたやつは、載せないでください。5回使ったことにしてくださいって書いてあるんです。このことによって、どれだけですよ、無駄にしたかが国が分からないんです。これって行政ですか。行政っていうのは、統計に基づいて科学的にいろんなものをですね、データを集めて、いや、失敗もあるでしょう。ドタキャンがあって、例えば2回打てなかった、ドタキャンがあって、しょうがないですよ、でもそれを数字を取って、和歌山県はこんだけ無駄にした、神奈川県はこんだけ無駄にした、だから改善しましょうっていうのが行政じゃないんでしょうか。これ、私、疑いましたよ、皆さん、同僚議員の皆さん、どう思いますか。一瓶、一回でも使ったら廃棄とは認めないっていう通達、マニュアルを出してるんです。これはですね、改めていただけないでしょうか。打ち込むだけですから、そんなにね、医療機関、大層な手間ではありませんよ。何でしょう、廃棄数を打ち込むような手順があるんですから、その時に、1回でも2回でも使ったら廃棄じゃないっていうのだけやめていただいて、少なくとも国として、どれだけ無駄に使われているのかを把握した上で改善するというように、行政を本当に改めていただけないでしょうか。河野ワクチン担当大臣が言ってることと、厚生労働省がやってることは真逆なんです。おかしいですよ。私は本当に信じられなかったです。自民党の皆さん、そう思うでしょう。おかしいですよ。厚労副大臣、改善してください。山本厚生労働副大臣。今、委員ご指摘されました、このワクチン円滑化、V シスの、操作マニュアルの中の廃棄数の考え方でございますけれども、廃棄数といいますのは、未開封の場合を有効期間切れ等の理由によって廃棄した場合、または開封はしたものを1回も接種をせずに廃棄した場合、その時に廃棄したバイアルの本数のことを言っておりまして、開封後に1回でも接種したバイアルに関しましては、含まない旨、示しているところでございます。それではなぜかと言いますと、一つには、この医療機関の入力作業の負担が大変多いという観点から、そのことを求められている部分でございますし、またこの考え方は2009年の新型インフルエンザが流行した際にですね、有効期限切れを理由に相当量破棄することになったことがございましたので、そのことをしっかり集計できるような観点でやっている形でございます。ですので、今、委員がご指摘されました。答弁中ですので、最後までお聞きください。無駄なく対応していくという、これらの部分に関しましては、しっかり河野大臣と連携しながら対応していきたいと思いますけれども、今の考え方としてはそういう状況でございます。委員長、岸本君。山本厚生労働副大臣、政治家として大変おつらい答弁をされたと思いますので、ご同情申し上げますけれども、官僚に踊らせちゃだめですよ、今の答弁はひどい、今の答弁書いた課長補佐は本当にひどい、われわれ政治家なんですから、まず事実を把握しましょうよ、事実を把握して改善するということにおいて、これ与党も野党もありませんよ、少なくとも行政監視機能を持つわれわれ国会として、立法機関として、
これぜひね、皆さん、これ声を上げましょうよ、ぜひ変えていただきたいと思いますが、今日はしかしこの議論をするばかりではいけませんので、これは山本厚生労働副大臣、政治家としてぜひ前向きに取り組んでいただきたいということを申し上げて、そうでなければね、これ隠蔽工作ってことですから、どれだけ無駄になった方かを国民から隠蔽する工作をマニュアルというか、しかもこれ、自治体を集めた時の説明会で、ここは何度もデフォルメして言ってるんですよ、説明会でこれを。で、私、県とか市に、なんでこんなことするんですかって言ったら、自治体の説明会でそう指導されたって言ってました。まあ、ぜひ大臣、副大臣、改善を求めます。で、その上で、障害者の差別解消についての質問をさせていただきます。どうぞ厚労副大臣をお帰りいただいて、総務副大臣にお聞きをしたいと思います。実はこの法律もですね、ある意味、これまでの条約に基づいて、行われているわけですけれども、条約にはですね、障害を持っている方の政治参加の権利ということがきちんと謳われています。で、例えばですね、盲ろう者の方、盲ろうっていうのは目が見えなくて、ろうの方なんで、指手話をします。私も指手話で会話してますけども、大変もうすごいびっくりするような速さで指手話でされるんで、意思疎通にはほとんど問題ないですけれども、この盲ろう者の方が投票に行く場合は、期日前投票しかないんです。しかも限られた投票所でしか投票できないんです。障害者権利条約の第29条ですよ、障害者の政治参加が明記されています。副大臣、これ、盲ろう者、期日前で限られた場所でだけ投票しなきゃいけない、改善していただけないでしょうか。熊田総務副大臣。障害のある有権者の方々が、円滑に投票することができるよう、投票環境を整えることは極めて重要なことだと思っております。お尋ねの盲ろう者の投票につきましては、期日前投票のほか、選挙期日当日の投票所での投票が当然できるところであり、これらの投票においては、点字投票のほか、自ら投票用紙に記載することができない選挙人のための代理投票の制度が整備され、投票所の事務従事さんによる補助が行われております。また総務省におきましては、全国の選挙管理委員会に対し、投票所等のバリアフリー化、アクセシビリティの向上として、点字機や点字による候補者名簿などの準備、スロープの設置や人的解除などによる段差の解消などの取り組みについて、対応を要請するとともに、これらに要する経費について措置しているところでございます。引き続き、障害のある有権者の方々が円滑に投票することができるよう、必要な取り組みも推進してまいりたいと思っております。委員長、岸本君。ありがとうございます。そうなんです。制度はあるんです。だけど、盲ろう者の方はご存じないんです、そのことを。和歌山の障害者の団体の皆さんとこの議論をしたときに、どなたもご存じなかったです。それで、盲ろう者の方が投票所に行きますとですね、その方の指手話の通訳者は入れてもらえないんです、投票所の中に。そして、選挙の責任者が来て、連れてって、基本的には鉛筆で名前書けって言うんですね。目の障害の方に鉛筆で書けって言うんですね。で、そうでなければ点字で打て。で、盲ろうの場合、そんな通訳者いませんよ。指手話できる人はいません。当日、公民館行っても指手話のできる人は いませんよ。だから、制度と運用が全く違う。運用はだからできないから、私、和歌山しか知りません、和歌山の盲ろうの方々は、そんな制度あるなら知らない、だから期日前に限られたところに行くんです、そして指手話できる方いらっしゃらないから、書くんですよ、だからぜひそういうね、運用と制度が違うということをぜひ副大臣、ご理解いただいて、周知徹底とともに、ぜひ改善をお願いします。これで結構です、お帰りいただければ。はい、どうぞ。委員長。どうぞ。それでは坂本大臣、もちろんいくら
まあ、言ってもですね、私もだんだん年取ってきましたから、だんだん目も見えなくなって、不自由してますけど、やっぱり健常な人間と、障害をお持ちで、チャレンジ度でチャレンジされている方とはやっぱり感覚違うんですね。今の、制度はあっても、盲ろう者の方の投票っていうのは本当に制限されてるっていうようなことを私たち本当に分からないですよね。でそれを分かりましょうっていうのはこの差別解消法だと思います。そこで、例えばですね、この法律の条文がですね、やっぱり我々から見ると、まあ、普通の条文とは言わないけれど、まあ、こういう条文かなと思って読んじゃうんですけど、障害を持ってる方々からするとね、条文がすごく冷たく感じられるっておっしゃいます。すっごく冷たい、すごく冷たい。障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合という前提が合理的配慮に入ってますよね。これね、法律家から見ると、まあ、そうかなと一瞬思ったんだけども、これ冷たくないですかって言われました。障害者が言わなければ、おもんばかってくれない。健常な方々はどんなに障害を持っている方がその大変かということをおもんばかって合理的配慮をしてくれるんじゃないんです。言わなきゃやってくれない。これ冷たくないですかって言われました。それからやはりこの、法律の条文で言うとあれですよね、過重な負担といいますかね、なんかこう逃げ道が作って、ありますよね。この過重な負担がある場合は合理的配慮を提供しなくていいんですよね。過重な負担、はい、これもちょっと逃げ道ですよね。これはやっぱりかなり厳しく限定的に見ていただくようなガイドラインをですね、あるいはこれ法律に書いた方がいいかもしれない、本当は。ともかくその法律の条文自体、この合理的配慮の義務っていうのを今回事業者に課すのは賛成です。しかしその前提となる言わなきゃいけないとか、過重な負担があったらやらなくてもいいとか、こういう問題について大臣、改善を求めたいと思うんですけれども、ぜひよろしくお願い申し上げます。坂本大臣。まず前者のご質問に対してご答弁差し上げたいと思います。障害者差別解消法におきまして、今委員言われましたように意思の表明があった場合においてとしておりますのは、合理的配慮とは社会的障壁の除去を必要としている障害者の方が現に存在する場合の個別の対応として求められているものであります。事業者の方から見て、当該者が障害者なのか配慮を必要としているか否かが分からない場合にまで、配慮を義務付けることが、まあ、困難であるというようなためでございます。一方で、障害者からの意思の表明がない場合、法的な義務は発生しないわけでありますけれども、行政機関や事業者が自主的に適切な配慮を行うことは本法の趣旨に照らして、望ましいことというふうに考えております。それから後者の質問でございますけれども、基本方針におきまして、合理的配慮の提供におきます過重な負担につきましては、個別の事案ごとに費用負担の程度、それから事業規模等の要素を考慮いたしまして、具体的場面や状況に応じて総合的客観的に判断することというふうにしています。他方、合理的配慮の内容は多様でかつ個性の個別性の高いものであるために、本法では事業を所管する主務大臣が事業分野ごとに対応指針を定める仕組みというふうになっております。本法案の成立後にはまず基本方針を改正をいたしまして、それを踏まえて各省庁の主務大臣において対応方針を改定することになります。こうした手続きにおきまして、障害者その他の関係者の意見を聞くこととされており、各事業分野を通じて合理的配慮の適切な提供がなされるよう政府全体としても取り組んでまいりたいと思っております。委員長。岸本君。このような真心のない官僚の書いた答弁をお読みになった坂本国務大臣に満校の抗議を申し上げて質問を終わります。
これにて法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので直ちに採決に入ります。内閣提出、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって法案は原案の通り可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました法案に対し、平正明君ほか6名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党、日本共産党、日本共産党、日本維新の会、無所属の会、国民民主党無所属クラブの共同提案による付帯決議を付すべしとの同意が提出されております。提出者から趣旨の